滝沢秀明氏、三宅県、平野市用、神宮寺雄太以外のやめじゃにには目もくれずザッキーがプロデュース新アイドル大展望。芸能リポーター長ぶっちゃけ芸能座談会。2023年3月21日、ジャニーズ事務所の副社長を退任し、事務所を離れた滝沢秀明氏が新会社、株式会社 2B を設立しました。滝沢氏は、 今後に関して色々考えていく。結果、僕はやはりもう一度エンターテインメントの人生を歩もうと決意いたしました、と語っています。滝沢氏の今後の動向について、芸能取材のベテランたちが予想を交えて語り合いました。三宅県、平野市耀、神宮寺勇太を除くジャニーズ退所組については、滝沢氏がどのように接していくのか。 そして、滝沢氏がプロデュースする新アイドルに期待が寄せられています。やめじゃにはどのように扱っていく芸能評論家さん杉武氏と芸能ジャーナリスト佐々木博之氏は滝沢氏が退場組をどのように扱っていくかについて意見を交わしました。滝沢氏の発言からも、滝沢氏はエンターテインメント界での活動を続ける可能性が高いと見られています。 佐々木氏は、滝沢氏が退職組を新会社に迎え入れるかどうかについて、新しく一から育てる可能性が高いと指摘しています。三三氏も同意し、一から育てることで、新しいアイドルとしての道を歩ませる方が有望だと述べています。一方で、元 V6 の三宅健氏については、 滝沢市の新会社に合流する可能性について報道が出ているとの話もありますが、滝沢氏と三宅健氏の合流はないという意見もありました。三宅健の結婚の可能性は三宅健氏について結婚の可能性についても話題となりました。石岡舞氏は、三宅健氏が職業アイドルとしてアイドル活動に徹していたため、結婚する可能性が低いと見ています。 しかし、安倍氏は三宅健氏がアイドルとしての活動を終えた後に結婚するのではないかと予想しています。結婚について佐々木氏が冗談めかして安室奈美恵との再婚を挙げると、石岡舞氏が滝沢氏がプロデュースする舞台などでの仕事の中で結婚の可能性があると述べました。 滝沢氏は現在、ツイッターなどで他の著名なアーティストとの交流が盛んであり、これから新たなアイドルをプロデュースする可能性が高いとの意見もあります。著名なプロデューサーとして、アイドル界に新たな時代を築いていく可能性が期待されています。新アイドルの展望滝沢氏がプロデュースする新アイドルについては新たな才能や魅力を求める声が強くなっています。 著名なプロデューサーとしての地位を確立した滝沢氏が若手アーティストたちを育てることで今後のエンターテインメント界に新たな風を吹き込むことが期待されています。中田康隆氏などの若手プロデューサーとのコラボレーションも予想されアイドル界に革新的なサウンドやパフォーマンスをもたらす可能性があります。滝沢氏自身の意向も重要な要素となるでしょう。 彼がプロデュースする新アイドルがどのようなコンセプトを持ち、どんな活動を展開していくのか、ファンや業界関係者の期待は高まるばかりです。滝沢秀明氏の新会社設立により、彼の新たなエンターテインメント活動に対する期待が高まっています。ジャニーズ退所組に対しては、一から育てる方針でのアプローチが有望との見方があります。 また、三宅健氏の結婚の可能性や滝沢氏がプロデュースする新アイドルの展望についても、ファンや業界関係者の間で熱い議論が繰り広げられています。滝沢氏の今後の動向に注目が集まる中、彼の手掛ける新アイドルがどのような活躍を見せるのか、エンターテインメント界の新たな展開に期待が高まります。